あんたね、一体何様のつもりなの？息子の年収は1500万よ。在宅ワークのニートがなめんじゃないわよ。いい加減離婚しろ。そう言って義母は離婚届を私に突きつけてきた。わかりました。離婚します。私はそう言って離婚届を受け取った。離婚したらどちらが困るのか思い知るがいい。私の名前は愛子、34歳の在宅ワーカーだ。私の仕事はアプリ開発で、昔かなり流行ったアプリを開発した経験がある。その後も複数名のチームで開発しているゲームアプリの運営にも携わっており、それなりに稼ぎを得ることができている。だがそうやって仕事に打ち込んできた分、恋愛においては全然ダメダメだった。彼氏がいたのもおそらく大学生の 1,2 年生くらいが最後。気づけばもう12年くらい恋愛をしていない。私が最後に彼氏がいた時に生まれた子供がもう小学6年生になっていると思うとゾッとする。そのことに危機感を覚えた私は、合コンを開く予定だという友人に自分も参加したいと連絡をした。珍しいねと言われたが、事情を話すとやっとやばい状況にあることを自覚したかと言われた。本当に自分がここまで恋愛をしてこなかったのはやばいと自覚した。親にもそろそろ結婚とか考えたらとかよく言われていたのだが、今まではうざいなとか思っていた。だがこのままだと私は一生一人きりのような気がする。そういう焦りを感じた私はなりふり構わずに恋愛に力を入れようと思ったのだ。最初の合コンはがっつきすぎて男性陣から惹かれてしまった。あんたもう少し余裕がある感じを見せないと。だって余裕なんてないんだもの。まあそうね。でもそれを作戦だって思えば、嫌でも余裕ある素振りを見せられるようになるんじゃない？なるほど。私は友人の言う通りに余裕のある素振りを見せるように努めた。内心はめちゃくちゃ焦っているが、別に彼氏ができなくても大丈夫というようなふりをした。すると少しずつ男性からアプローチを受けるようになった。それから何度か二人で会ったりするような男性も現れた。でも付き合うのはちょっと違うかなと感じたりしていた。少しずつ恋愛をしていた頃の感覚を取り戻し、その状態で私はまた友人が開いた合コンに参加した。そこで出会ったのがひろきだ。ひろきは私よりも2歳下で営業の仕事をしているらしい。彼はとても爽やかで話していて面白い人で、私は話してて楽しかった。彼も私に惹かれたようで、それから私たちは2人で会うようになった。でも私は油断をしてはいけない。今までもここまで進んだ男性はいた。だけどなんだか相性が合わなさそうだなと思い、交際にまで発展しなかった。だから、ひろきとのことについては慎重に進めていった。デートや食事を重ねて少しずつ距離を縮めていった。そして彼と出会ってから2ヶ月ほどが経ったのだが、それでも彼はメッセージをたくさんくれるし、デートにも誘ってくれた。2ヶ月が経ってもそうやって誘ってくれるということは、彼は私のことを本気で好きになってくれているのだろう。そう感じることができた。そして私も彼のことがどんどん好きになっていた。その後、ほどなくしてから彼から告白をされて、私たちは付き合うことになった。約12年ぶりに彼氏ができたわけだが、彼とはなんだか一緒にいて落ち着くし、どこに行っても何をしても彼となら楽しかった。それから私たちは順調に交際を続けていった。そして1年ほどお付き合いをした後、彼からプロポーズをされて結婚することに。やっぱり自分から行動することはかなり大事だ。今まで全く恋愛をしてこなかった私が本気になって婚活に取り組んだことで結婚にまで至ったのだから。私たちはすぐにお互いの親へ挨拶をし、両家の顔合わせも済ませて結婚式を挙げた。私のことを心配していた友人は、私の結婚が決まったことをとても喜んでくれた。結婚式でも自分のことのように感動して泣いてくれて、本当にいい友達を持ったと思う。その後、私は彼と新婚旅行に行き、帰国後に一緒に暮らし始めた。夫との新婚生活は楽しかった。大好きな人と一緒にいられるというのは本当に幸せだ。毎日一緒に寝て起きて一緒にご飯を食べられるというだけではすごく幸せを感じられた。そうやって基本的にはとても幸せに暮らしていたのだが、それでも不満なことはあった。それは夫が家事を一切してくれないことだ。夫はずっと実家暮らしだったようで、家事をしたことがないらしい。それを聞いた時はさすがに驚いた。料理はもちろんのこと、掃除も洗濯もしたことがないらしいのだ。そのため夫は一切家事をやろうとはしてくれなかった。
それに夫からしたら私は在宅ワークだから家事をする余裕があるだろうと思っているらしい。確かに普通の会社員よりは家事をする余裕はあるだろう。だがそれでも忙しい時は仕事は夕方過ぎまで終わらないし、家事をする余裕もない。しかしそのことを夫はあまり理解してくれないのだ。いつからか私は夫に対して家事を手伝ってほしいとか挑戦してほしいとか言わなくなった。その代わりあまり家事には力を入れすぎないようにした。料理も作り置きを多用したり、本当に余裕がない時は冷凍食品も使ったりした。それでも夫は特に文句を言わなかったので、その点は楽だったと思う。それに家事のこと以外は夫に対して特に不満はなかったし、休日などは一緒に楽しく過ごせていたので幸せではあった。そして気がつけば結婚をしてあっという間に2年の月日が流れていた。相変わらず私たちは幸せな日々を送っていたのだが、ある日いきなり問題が起きた。それは夫がリストラに遭ってしまったことだ。夫はもちろんのこと、私もその話を聞いて驚いてしまった。夫が働く会社は経営難に襲われ、大幅に人員を削減しないといけなくなったらしい。そこでリストラの対象になってしまったのが夫というわけだ。夫がリストラされた理由はまだ子供がおらず、奥さんである私も働いていることから経済的に安定していて、仕事を探す余裕もあるだろうということらしい。なんとも不運だったが、リストラされてしまったことは仕方ない。私は夫を励まして再就職できるように応援をした。夫はかなりショックを受けていたが、私に鼓舞されて就活を頑張っていた。絶対に前よりもいい会社に就職をして見返してやるぞ。そう言って意気込んでいる夫を私は全力で応援した。いい求人があればすぐに報告して面接を受けるように勧めた。だが夫はなかなか再就職を決めることができなかった。どこに行っても採用してもらえなかったのだ。夫はだんだんとやる気がなくなっていき、そして就活に熱を入れなくなった。あれ、今日もずっと家にいるの？しょうがないじゃん、仕事見つからないんだし。夫はずっと今のソファーでゴロゴロしていた。私が部屋で一生懸命に仕事をしている時もダラダラとテレビを見ていた。もう1ヶ月くらいそうやって家でゴロゴロしているので、さすがに私も怒った。ねえ、仕事が決まらないのは気の毒だけど、それならバイトをしたりしてちゃんと働いてくれない？就職が決まるまででいいから。私がそう言うと、夫は分かったよと言って先にバイトを探し始めた。そしてとりあえずバイトは決まり、週に4日ほど働き始めた。本当はもっと働いてほしいのだが、正社員としての仕事を探すつなぎみたいなものだからと、フルタイムで働くことはしなかった。そしてそうやって働く時間は短いのに、夫は家事を手伝ってくれない。せめて少しは家事をやってくれてもいいと思う。だが夫は、やったことがないからできないという苦手な理由をつけて家事をしてくれなかった。そして夫のことについて悩んでいることはまだあった。それは義母の存在だ。義母は息子である夫のことを溺愛している。義実家に顔を出すたびに義母の夫への態度に私は引いてしまう。あら、ひろき、いらっしゃい。久しぶりに顔が見れて嬉しいわ。そうやって夫に抱きつく義母、そして自分の顔に夫をこすりつけるのだ。外国の方ですかと突っ込みたくなるほどべったりで、私はまず義実家に来た瞬間からドン引きする。また夫もそれを受け入れているのだ。母さん、ただいま。元気だった？ひろきがいなかったから寂しかったけど元気よ。そうか、それならよかった。もうひろきったら優しいのね。そうやって私の心配をしてくれて。当然だろ、母さんは俺の大事な存在だからな。嬉しいわ、ひろき大好き。おいしいケーキ買ってきたから一緒に食べましょう。そうやって義母はまるで小さな子供を溺愛するかのように夫のことをいつまでも甘やかしている。一方、義父はそうやって過剰な接し方をする義母のことを注意していた。何度も言っているが、いい加減そういう絡み方はやめなさい。だが義父が何度注意しても義母は止めようとしない。どうして？私たちは親子なんだから仲良くしていいじゃないのよ。義父が言いたいことはそういうことではないだろう。だが義母の耳には一切届かず、義父は呆れている様子だった。愛子さん、すまないね。いいんです。義父は私の苦労を分かってくれて、そうやって謝ってくれた。それだけでも私は救われていた。実際義母は息子を溺愛するあまり、私に対してはかなり厳しかったからだ。
ちょっとアイコさん、早くこっち来て、コーヒーを私とヒロキのために入れてちょうだい。ああ、はい。義母は夫と自分がずっと会話をできるように、私にいろんな家事を押し付けてきた。そして義父がいないところでは私に対して悪口も言っていた。そうやって私を敵とみなしているので、私は義母のことが苦手だった。ヒロキは立派に働いているし、いい子だから本当に自慢の息子だわ。ありがとう、お母さん。夫は義母に感謝をした後にすかさず私のことを見てきた。絶対にバラさないでくれと目で訴えかけてきていた。つまり自分が会社員のままだということにしておいてほしいのだろう。どうして私が隠さないといけないのかと思ったが、仮に私が本当のことを言ってもそれを夫が否定したら私は嘘つき認定されてまた面倒なことになりかねないと思った。そのため私はとりあえず夫に会わせることにしていたのだった。それにしても、ヒロキは優しいわね。普通は愛子さんみたいな生産性のない夢は切り捨てるでしょう。はあ？私は耳を疑った。何を言ってるんだろうか、この人は。だってニートで子供も産めないなんて本当にダメダメじゃない。そうやって私を罵倒してくる義母。何か勘違いが起きているようだが、私は訂正するのも面倒だった。適当に聞き流している方が被害が少ないと思ったからだ。だが義母に対してかなり苦手意識を持ってしまい、その後も義実家に顔を出すのはすごく億劫だった。優しい義父と意地悪な義母、バランス的には義母によるストレスの方が大きいと思う。そして私は最近なるべく義実家には行かないようにしている。夫からは、母さんからどうして愛子が来ないんだって言われたぞと注意をされることもあったが、無視をしてできる限り義母との接触を避けた。そんな風に日々を過ごしていたのだが、ある日義父が病で倒れてそのまま亡くなってしまった。私と夫はすぐに病院に駆けつけたのだが、義父は助かることはなく静かに深い眠りについた。さすがに義母も相当ショックだったようで、病室でずっと泣いていた。夫はそんな義母を抱きしめて慰めていた。それから義父の葬儀が行われ、私たちは悲しみに暮れながらも義父のことをしっかりと見送った。夫はその後、義母の様子を見に定期的に義実家に顔を出しているようだ。今は私に会いたくはないだろうし、夫と二人でいる方が落ち着くだろうからと、私は夫についていくことはしなかった。その後も、夫は毎週末に義実家を訪ねて義母に会いに行っていた。落ち込んでいる義母のことを放ってはおけないとのことだ。それは別にいいのだが、だんだんと夫は度を超えて義母を慰めるようになった。母さんと温泉旅行に行ってくるよ。え？そんなお金どこにあんの？夫婦の共有口座から使うことにした。え？ちょっと待ってよ。それって最近は私しかお金を入れてない口座じゃない。でも共有口座だからいいじゃん。夫はそうやって言って無理やり温泉旅行に行ってしまった。他にも義母のために高級レストランにディナーに行ったり、ブランド品を買ってあげたりと、正直贅沢すぎるお金の使い方をしていた。さすがにそれを見過ごすことはできなかった。ちょっと、お母さんを励ますとはいえ、派手にお金を使いすぎじゃない？どこからお金を出してるかってことをちゃんと理解してほしいんだけど。私がそう言うと、夫は顔を真っ赤にして怒った。愛子は俺の母さんのことが心配じゃないのかよ。そんなにお前が薄情な奴だとは思わなかったよ。俺はしばらく実家で暮らすからな。一人でいる間しっかりと反省をしてくれ。そう言って夫は衝動的に義実家に行ってしまった。そしてそれから本当に帰ってこなかった。今頃義母と二人で仲良く過ごしているのだろうか。この前私も義実家に行ったのだが、義母はすっかり元気になっていて、私への嫁いびりも相変わらずしてきた。だから私は別に関わる必要はないなと思っていたのだ。そのため夫の贅沢は本当に無駄だと思う。これ以上夫が義母のためにと言って私のお金を勝手に使うというのなら離婚も考えないとな。そう思っていた時、家の玄関が開いた。夫が帰ってきたのだろうか。そう思い玄関に向かうと、そこにはなぜか義母がいた。え、お母さんどうされたんですか？どうしたもこうしたもないわよ。あなたね、ヒロキをものすごく困らせているんだって。ヒロキに養ってもらってる身のくせに何生意気なことを言ってんのよ。え？義母はどうやら夫に私の愚痴を聞かされたらしい。そして義母がガツンと言ってきてあげると言って、夫から鍵を預かって一人でやってきたらしい。本当に迷惑極まりない。私のイライラは最高潮に達していた。
そんな中、義母がこんなことを言ってきた。あんたね、一体何様のつもりなの？息子を困らせるようなことをするんじゃないよ。息子の年収は1500万よ。在宅ワークのニートがなめんじゃないわよ。いい加減離婚しろ。そう言って義母は離婚届を私に突きつけてきた。勝手にヒートアップして離婚届まで持ってきている義母。だがそこには夫の部分がすでに記入されていた。ひろきさんも了承しているってことですか？私が提案したのよ。ここまでしないとあなたは自分の置かれている立場を理解しないでしょう。なるほど、脅しということか。何も知らない義母だが、そもそもこんな態度を取ってくる事態ありえない。わかりました、離婚します。え？私はそう言って離婚届を受け取った。離婚したらどちらが困るのか思い知るがいい。私も離婚した方がいいんじゃないかって思ってましたから。へえ、それならちょうどいいじゃない。後でなしになんてできないからね。義母は私がすんなりと応じたことに驚いていたが、離婚するならそれで構わないと思ったのだろう。私が離婚を承諾するとそれに乗っかってきた。それじゃさっさと荷物をまとめて出て行っておくれ。私は急いで荷物をまとめ、その間に自分の親にも連絡をして手伝いに来てもらった。義母は私が荷物を車に積み終えるのを確認すると満足そうにしながら、それじゃあこれであんたとは赤の他人だからねと笑っていた。これから困るのは自分なのに本当におめでたい人だ。私はそう思いながら両親と一緒に実家に帰った。翌日、夫から電話がかかってきた。もしもし、一体何？あ、愛子、どういうことだよ。離婚したって俺は聞いてないぞ。え？だってお母さんが離婚しなさいって言ったから、それにあなたも同意したそうじゃない。あ、俺は母さんが脅しの道具に使えって。でも記入したんだから離婚する意思があったってことで認められるでしょう。っていうかあんたお母さんに自分の年収が1500万って言ったの？それって私の年収じゃない。いきなり何言ってんのこの人って思ったわ。そうやって自分の母親に嘘をついて騙し続けるとかダサいよ。母さんにはさっき全て話したよ。俺が今はただのフリーターで、年収は愛子の年収を自分の年収であるかのように話したって。母さんはショックで今寝込んでるんだ。こうなったのも愛子のせいだぞ。はあ？どうして私のせいにあるの？愛子が俺の母さんをもっと大事にしてくれて、話も俺に合わせてくれていたからこんなことにはならなかったよ。そうやって全部自分の都合のいいように動いてほしいってことね。あ、キレた。世の中はあなた中心に回っていないのよ。そんなことを言うあたり、会社をリストラされたのも単純に仕事ができないからっていう理由も含まれそうね。とにかく私はもうあんたと結婚生活を続けるつもりはないから。そんな俺を見捨てないでくれよ。母さん、俺が支払ってくれると思い込んで自分でもたくさんブランド品を買っていたみたいなんだ。その請求が今月に来てしまうんだよ。そんなの離婚した私には関係のないことだわ。必死でアルバイトをして返してあげなさいな。じゃあもう電話切るからね。あ、ちょ。私は電話を強制的に終わらせてすぐに着信拒否にした。これから元夫と元義母には今まで自分勝手にしてきた分苦しんでほしいと思う。そして私のありがたみに気づいて反省してほしい。まあ反省したところでよりは戻さないのだが。その後、ご近所さんからこっそりと教えてもらったのだが、元夫と元義母は今回の件ですっかり仲が悪くなったらしく、毎日のように喧嘩の声が聞こえてくるそうだ。まあお金もない上に金づるになりそうだった私を逃してしまったからやるせないのだろう。私としてはあんな親子と縁が切れて本当に良かったと思うが、今回は結婚で失敗をしてしまったが、恋愛に関して臆病にならずに、これからも私は素敵なパートナーを探す努力はしようと思う。でも今度はちゃんと見極めるために結婚するかどうかの判断は本当に慎重にいこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。